どうもー、影庵です。今日は2021年2月18日木曜日ということで、僕は定休日になります。お仕事の方はあと2日ですねぐらい、で終わりという方が多いんですかね、今週はね。僕はこの定休日に4時半に起きてですね、ちょっと小説とですねコントですねを書いてました。コントはやっと4分の1ですね、1作品の4分の1が出来上がりました。あと4分の3、書いていきたいと思いますが、今日4時半に起きたんでね、なんとかできたんですけども、どっかでこう時間を作っていかないと、なかなか前へ進まないんでね、この辺こう、頑張ってやっていきたいと思います。皆さんも頑張ってください。まあ寒いですけどもね、お気をつけて、あったかい服装でお出かけください。では以上です。